はい、しげっちゃんです。あ、今日はですね、あやべのひとつるという定食屋さんに来ておりまして、うどんを堪能しました。ということで、美味しかったですね。はい、うどんは外れない非常に美味しいですね。今日1000円で超えちゃうんですよね、うどんなのですね。はい、まあ美味しかったですけどね。今日のビットコイン283万円ということでね、まあ安いですね。お買い得ということでしょうか。今後に期待ですね。はい、じゃあニュースを見ていきましょうか。ニュース、グリーンイーサリアムの物語が投資と採用を促進するというニュースがあります。グリーンイーサリアム、これは何、プルーフ・オブ・ステークス話をしてるんだと思うんですけども、これによってですね、手数料も安くなるんですよ。早くなるしですね、非常に使い勝手が良くなるんで、非常にまた広がっていくと思います。はい、これによってさまざまなプラットフォーム上に Web3.0 ができているんですね。まあ、メタバース上で、まあ、Web3.0 の、エンタープライズですね、企業がですね、活躍しているということで、そういった、メタバース経済圏がですね、現実の経済より大きくなっていくということでですね、非常に、楽しみになっています。はい、現実的の世界はですね、面白くないですね。全然今すぐしないといけないので、アホみたいにね、なってますから、全然面白くないですよね。メタバース世界の方が圧倒的に面白いですから、若者を中心に、今後メタバース世界の方に行くと思われまして、はい、これは間違いないですね。で、メタバース経済圏ですね、価値の交換だったりが安全に行われます。はい、行われるし、そういった観光庁の手続きだとか、ね、いろんな物々交換ですよね、価値の交換、これがまあスムーズに、自宅にいながら行われるということでですね、まあ、便利になれてるの便利にはなるということなんです。でこの通貨っていうのはですね、通貨がまあブロックチェーンベースでですね、クリプトカレンシーになるんですよね。まあ、メタバースの通貨としてはブロックチェーンベースのクリプトカレンシーということで、決してですね、ドルとかですね、円ではないんです。そこに注意した方が良いです。はい、でドルと円の経済圏は縮小していくということは間違いありませんね。はい、まあ、今の金融システム、まあね、日本、アメリカを中心とする金融システムは小さくなっているということは考えられますね。はい、ということで、次行きましょうか。
中国では仮想通貨が禁止されているが、その保有は合法であるということですね。仮想通貨禁止、保有は合法、まあ、仮想通貨のマイニングとかは禁止されているんですけど、まあ、ビットコイン持ってるだけだったら合法なんですね。ということでお伝えします。ゲーマーに必要なのはトークン経済よりもプレイの楽しさだということで、それはそうですよね。ゲームっていうのは儲けるためにやってるわけじゃない、だって楽しいからやってるわけですね。稼ぐためにゲームをやろうと思ったらストレスでですね、頭おかしくなっちゃうんですね。稼ぐためにゲームをするというですね、非常に大きなストレス。ゲームで負けたらお金を失っちゃうわけですからね、非常にストレスがあるんですね。面白くもう何ともなくなっちゃうんですか。はい、ということでプレイの楽しさが、まあ、今ので楽しいゲームにトークンを用いるっていうのはありだと思いますけどね。マインクラフトとかドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーといったものに、ブロックチェーンでアイテムをね、ブロックチェーンでアイテムを紐付けてですね、まあ、永遠に、所有できるようにするね、はい、ハッキングもされないと、ね、価値も交換も余裕であると、ね、貸し出す、ベンディングも可能であると、ね、借りることも可能であるとね、まあ、そういうことなんです、まあ、ブロックチェーンというそれが容易に、できてしまうというのがブロックチェーンなんですよね。はい、ビットコインもプルーフオブステークになるべき環境保護団体が主張ということですね。私の意見ですけども、ビットコインはプルーフオブステークになる必要はありません。ビットコインは最も安全性が高い、まあ、価値の保存という機能を果たすために、ビットコインはプルーフオブワークである必要が ありましてですね、長期的に今価値が上がっていくのはビットコインになるんですね。はい、ということで、まあ私の意見ですよそれは。はい、ということで、まあ、プルーフオブステークスはちょっと危ういですからね。危ういんですよ。危ういと言いますとですね、それはちょっとセキュリティに穴がある場合があるのでですね、ややもすると無価値になってしまうという危険性があります。非常に注意した方がいいですよ。それはイーサリアムしかり、エイダしかりですからね。はい、はもう肝に銘じて、置くべきだと思います。はい、ということでね、ちょっと喋りすぎちゃいましたね。けどね、また放送を聞いていただければと思いますね。はい、うどん美味しかったですよ。はい、ではでは、さようなら。